棒人間が怪物倒したらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録ありがとうね。ごきげんよう、タコパノです。今日はね、ワンガンステッキゲーマー棒人間が戦うゲームやっていこうと思います。この銃を持った棒人間、まだちょっと弱そうだね。これからいろんなモンスターを倒して強くしていこうと思います。さあ、まずはね、いろいろ探索していこうかな。おっと、サッカーボールだ。こっちは行き止まりで、こっちの方になんかあるのかな。あ、まずここで、これで、これで、これを押すことによってなんかレベルアップしたで、これで、あっと、急にバトルが始まったぞ。敵どこだ、敵どこから来る。バケモンが左から来た。スライムはとも見ても来たね。スライムみたいなのも。すべて、倒していこう。さあ、こんな感じで倒して、待て。敵多い。敵に振られると、食らうのか。よし、コインも回収しながら。あ、すべて倒すかな？オッケー。いや、なんだその顔は。もうちょっと喜んでほしいね。よし、じゃあ次のウェーブをやっていこうかな。さあ、これでちょっと敵が強くなってるっていうことなのかな。さあ、スライムが来た。おっと、なんだ、天から光が。ちょっと能力アップした？いよいよ。さあ、またゾンビのようにやってきてるね、こっちから。両方から来るから。やばい。リロードして。あれ？オッケー。これリロードとかもあるんだね。よし。最後にはしっかりコインを回収して。さあ、ここで、課金すると、能力アップするみたいだね。よし、課金はしないでおこう。無課金でいくよ、もちろん。さあ、ウェーブももう5。もうウェーブプラス5でやっていこう。あ、でもここはコインが必要なのかな。ならいいや。プラス1でやっていこう。さあ、来ました、このステージは。さあ、こっちから倒していって、スライムの行列を倒しました。さあ、ゾンビの行列。倒されたがってんね。倒されるためにやってきてんね、このゾンビたち。しかも、コインもくれる。ゾンビよ、ありがとな。あ、なんか、いろんな建物が建てられてるね。一通り見ていこうかな。これは、課金系かな？課金はいいや。あ、ここはログインボーナス。1日目、もらっとこう。よし、ゲット。あ、これ7日目に、猫のガトリングもらえるんだね。一週間はこのゲームやり込みたいね。ここにも猫ちゃんがいた。この世界僕一人だけだと思ってたんだけど、友達がいたね。よろしくね。さあ、ショップで見ていきましょうか。あ、ここでコインでいろいろ買えたりするのね。レベル高くないと使えない武器とかもあるのかな？ここはなんだ？あ、猫ちゃんのレベルアップね。レベルアップしとこう。あれ？まだできないかな？まあいいや。じゃ、この黒い銃買おうかな。よし、買いました。今赤い銃なんだけどね。あ、ここで取り替えられる。じゃ、銃を取り替えて、これなんだ？これは装備できない。こっち、銃二つも無理か。よし。アップグレードもしとこうかな。レベルアップ。それから、ここで。これは体力かな？体力アップしたり、ダメージ力アップしたりできるね。よし。ある程度、レベルアップしとこう。さあ、じゃあ戦いましょうか。これなんだ？なんか、マップに、これなんだ？ボスがいるね、ここにもう。これやってみようかな、早速。ボスが現れるっていうこと？さて？どっから来る？スライムがまず来たか。さあ、レベルアップしてきた、この棒人間。これちょっと強くなったから、倒しやすくなってるね。いいね、いいね。ゾンビの行列が、こっちからも。さあ、忙しいよ、このゲームは。あっと、ボス来た。さあ、撃て撃て。やばい。痛い。ちょっと食らった。あ、倒した。おー。よかったね。あっさり倒したね。あ、このボスのとこに旗がついた。クリアしたってことだね。
で、このドクロのマークに5って書かれてるけど、これ強さ5ってことかな？じゃあ試しに強さ100やってみようかな。これ、めちゃくちゃ強いってこと？さあ、始まりました。強さ100、バケモンが来た！見たことないバケモンが来た！強すぎる。強さ100、めちゃくちゃ強すぎる。すごいモンスターが群がってる。まだ100は無理だったね。じゃあどうしよう。どれくらいがいいんだろう。強さ5は倒せるから。強さ、じゃあここの5をやってみようかな。よし。体力は5増えるってことかな。クリアすると。さあ、なんとかクリアしよう。待て、雲が。あ、よ、でも弱かったね。よしよし、ここはまあいけそうだね。さて、いや、なんか光ってるぞ。あ、なんだ？猫ちゃんゲットしました。さあ、骸骨もやってきてる。でもまあ強さ5だからまあ倒せるね、普通に。あったー！とんでもない奴が来た！ちょっと待て！包丁は料理に使って？そう、人間をぶった切るとかやめて！包丁は料理に使ってよー。クリアしました。じゃあ、ドクロレベル7くらいやってみようかな。さあ、7はいけるかな。どっから来る？坂道があるね。来た。まずはゾンビ。一匹ずつ、順番に倒していって、こっちからも来てるよ。さあ、みな、コインをくれ。いいね。もうこの敵たち、コインくれるためにやってきてるからね。おーしょ、普通にクリアした。あれ？余裕だったね、強さ。ドクロレベル7。じゃあ待て。ドクロレベル9。やっていきましょう。さあ、9はどれぐらいなんだろう。おっと、出てくるモンスターはスライム。いよいよ、順番に倒していきましょう。さあ、やってくる敵もゾンビとスライム。ここもなんだかんだ余裕だね。なんか、ボスが出てくるとこと、出てこないとこがあるんだよね。ここは、あ、出てこなかった。ボス出てくるところがいいな。もうちょっと強くてもいいんじゃない？ドクロレベル19！やってきましょうか。19はいけるかな。一気にレベル上げちゃったけど。来た！あ、でも出てくるモンスターはスライムとこう、ゾンビだね。しかも、全然余裕で倒せる。あれ？意外とこれいけるな。いいよよ。さあ、あ、でもちょっと体力あるのかな。めちゃくちゃ来てるね。さて、あっと余裕でクリアしました。ドクロレベル25やっていきましょう。さて、あっと雲がやってきた。あ、骨が。これなんだ、アイテム。拾って。おっ、ちょっと待って。強い強い。わっと雲だらけ。ゆっくりとして。やばい。あー！ここは無理だったかー。蜘蛛の餌になっちゃったようだね。蜘蛛に食われる人生は嫌だなー。じゃあコイン使ってレベルアップしていこうかな。ここでボディをレベル10。ダメージレベル10。一気に5上げちゃうか。よし。それからショップで、この銃欲しいんだけど、これ買えないかな？今レベル10足りないよね。あ、今レベル8だから、まだ足りないね。ここでさっき手に入れたアイテムとか使えるのかな？あ、なんか装備できるね。よし、アイテムを装備して。あ、猫ちゃんも装備できる。よし、じゃあこれでやっていきましょう。友達ができました。さあ、友達たちに頑張ろう。来た来た、蜘蛛の餌になるんじゃないぞ！猫ちゃんよ！さあ、避けていって、強い！ちょっと、助けて！猫ちゃん助けて！さあ、もう一度やろう。今度こそ！やられないように、一匹ずつ出して、いよいよ。さあ、来た来た、うじゃうじゃ来んだよね、蜘蛛が！蜘蛛は一匹ずつ来てほしいな。いっぱい来ると怖いよ！蜘蛛の群れがうじゃうじゃ来るって怖いよ。いよいよ。倒してる倒してる。来た、ボス来た。
またこナイフを持ったデブハゲ。ナイフはね、リンゴ剥くときに使って頼むから。いいよ、でも。オッケー、倒しました。デブハゲ、倒しました。猫ちゃん、活躍してた？攻撃してたかな？猫ちゃん戦ってたのかな？よし、まあでも一緒にいてくれるだけでね。それ嬉しいからいっか。さあ、じゃあね、ドクロレベル25はいけたから、ドクロレベル、もうないな。一旦ちょっとなんかレベルアップしとこうかな。じゃあこの靴買おう。よし。靴を取り付けよう。新しいアイテムを手に入れてるね。これも取り付けよう。じゃあドクロレベル39やりたいと思います。39はめちゃくちゃ強いよ。出てくる敵はスライム。これなんか BGM が消えた。まあいいか、ゆっくりだ。熊が現れた！出てくる敵、弱い系かと思いきや、ここから熊が現れんだね。熊硬いよ。あれ？クリアした？ あっさりクリアしちゃったね。じゃ、ドクロレベル、60あるね、ここに。60やってみましょう。60はどうだろう。熊が現れたか。しかもスピード速くない？なんか。来てる、うじゃうじゃと。左右から来てるよ。敵が多い。ちょっと待って。うじゃうじゃ来てる。まだ来てる、まだ来てる。ギリギリにまだ来てる。撃て撃て。やばい。来ないで。ジャンプで撃て。あと2体。やられたー。さあ、もう一度やっていきましょう。まずはゆっくり蜘蛛を一匹ずつ倒していって。いいよ。さて、来た。骨。骨を砕いていって、猫ちゃん何かやってる？オッケー、避けて、待て、ここはゆっくり避けて、やばい、体力が、避けていって、いいよ、いける、来た、倒したぞ、待て、ボスもやってくんのか、これは、避けて、やばい、ちょっと食らった、さあ、リロードして、撃てて、早く、まだ倒せない、もう体力ないぞ、このデブハゲをしっかり倒していきたい。ああ、ギリギリ倒せた。危なかった。ドクロレベル60、なんとかいけたね。じゃあせっかくなんで、バナナ欲しいな。バナナ買おうかな。100円で。いや、待て、課金はやめよう。課金はせずに、なんとかやってくからね、このゲームは。課金しなくても強くなれるからね。よーし、じゃあ。というゲームでした。まあ、高評価があればね、また次回も悪いモンスターを倒していって、地球を救っていこうと思います。それじゃあね。